はい、ポンちゃん、今日はね、あだたら高原スキー場行って風すごかったな、あれ飛ばされたな。恐怖注意報やな。まあそれでな、本番はここや。どこが本番かというと、鳴子間さんね。ここではやっぱりこのソースカツ丼がうまいって、大きい看板に書いとるやろ。でも実はな、密かなメニューがあるんや。それはな、あだたらカレーや。あだたら登ったら鳴子間でしょっていうね。まあそれは私が決めたいけど。まあでもそんなことで、今日は、ソースカツ丼の有名な鳴子間さんにやってまいりました、はい、ね。なのでこれからぜひ味わってみて。水、富士下山お疲れ様でした。登山靴洗い水や。じゃあ入るで。温泉卵も、温泉卵あるんや。温泉卵、こんにちは。こんな感じで、うわーすごいね。シリ、カメラ起動して。お、湯気がやばいね、これ。あ、これですよ。シリ、さよならしちゃった。これすごいですよ、ポンちゃん。美味しそう。真ん中だよね、やっぱね。ほら、見て、これカツ。はい。この写真もそうな、うん、これ舐めるようにね。舐めるようにこの、あの、すするラーメンをちょっとね。あ、すするくんの参考にして。あんちゃんのお手手が。ほら、ちゃんと包み紙に入ってる。じゃーん、空のごとか。これを温泉卵を決めたよ。こういう感じの麺。スープは生まれた透明ね、うん、食べるよ。いただきます。おいしい。うん、なんかとても澄んだ味やで、うん、この間カツ丼いただいたからな、うん、今度はちょっとカレーが、うん、絶対やろ。ロス1です。おいしい。真ん中から食うと真ん中開けてやれやろ、うん、今樋口ヶ岳にしとるやろ。樋口ヶ岳、谷川だけ。谷川だけ。スープがいい。スープが。マジで。うん、味わいで。嘘がないね。うん、この肉厚。見てください。肉厚。すごいね、この肉厚は。うん、お肉も柔らかいね。もっと柔らかくて美味しかった、うん、最後のちょっといただきますな。こういう感じでね、うん、シャキシャキや、うん、この醤油味好きね、うん、豚と鶏使っとるやろ、うん、いいバランスだね。いいバランス、うん、しなつくの手作りやって、うん、うまいね。うん、しなつく手作りってあんまり最近ないよ。ないな、うん、チャーシューも手作りやって。チャーシューも美味しいよ。ここで作っとるって、うん、濃厚、うん、鳴子間さん最高。本当、うん、普通なんかちょっとね、残したくなるの、うん、あの、ね、合成の調味料の味がするやろ、うん、これは残したくないって感じ、うん、そんなに。はい、完食です。はい、鳴子間さんの今日はあだたらカツカレーとラーメン。あー、懐かしの味のラーメンやったな。なんかね、豚骨、うん、とね、鶏だしの柄のスープがね、なんか最高配分ね、うん、
かもあの化学調味料全然使ってないよね、ここね。醤油味でね、うん、優しい味、優しい、ちょっとあの澄んだスープなの。ああ、うまく配合してあるね、すごい美味しいラーメン。すごくこう調和してるっていう、あるな、あるある。てるな。それでね、シナチクもね、手作りのシナチクでね、食べたことない、初めて食べた。ああ、そうやな、うん、まあそういうことで、そういうことで今日はあの、はい、鳴子さんいただきました。カレーも美味しかった、はい、ごちそうさまです。